かおりです。いつもさしこチャンネルを見てくださってありがとうございます。今日は新しくスタートした布巾の紹介をしたいと思います。昨日の夕方から始めました。で、今回の糸はファルマカテイトの44番で、模様は十字花刺しアレンジをこの間とは別のアレンジで刺したいと思います。で、昨日方眼線どのぐらいの時間で描き終えるかっていうのを動画に撮ってみたのでご紹介したいと思います。はい、すごい中途半端な時間からスタートしました。夕方の4時53分にスタートしました。左下の時計を見ていただくと早送りにしているのがわかるかと思います。ですね、最初はね、やっぱね、1時間半とか2時間近くかかっていたんですけれども、まあ、テンプレートを使ってるっていうのと、あとはね、私方眼、まあなんていうんですかね、バランス、布巾の全体のバランスを見て模様を実際刺す部分っていうのはそんなにね広くないんですね。なので、まあ普通にね、全面にこう描いてるよりも小さい範囲になるっていうのもあって、まあ、通常よりは早く描き終えるんではないかなと思います。で、実際にどのぐらいかかるかなっていうのを測っているところです。で、今でだいたいもうすぐ10分経過ぐらいになります。でね、ちょっとね、画角の問題上、ま、携帯でいつも動画を撮ってるんですけれども、下の方に行くとね見切れてしまってるんですが、ちょっともうすぐいなくなるけど下の方を描いているところです。ちょっと映らない部分が出てきてしまって、もう一度撮り直すって言ってもね、もう一回方眼線描くのも嫌なので、ちょっとね、夕飯前の時間にパパッと描きながら動画を撮っていました。で、すごい暗い映像になってるので、フィルターをねちょっとモノクロ風にしてるので見づらいところもあるかと思いますが、ご了承ください。縦線に入りましたね。縦線のあと半分ぐらいで終わります。もうちょっとすると約20分が経過になるところですが、もう少しで終わりそうですね。先日注文した糸をね、待ってる間にちょっと刺そうかなっていう布巾の方眼線を描いているところです。はい、終わりました。時間は17時12分、まあ、大体20分ぐらいで描くことができました。はい、新しいちょっと布巾に取り掛かったっていうことで、特にね、すごい進んでるわけではないんですけれども、まあ、記録としてここまで進んだよっていう紹介です。今日は短めの動画となりましたが、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。